こんにちは、ジャパンカナファミリーママです。お久しぶりでございます。皆さん元気ですか？元気ですか？私は元気しております。今日はね、なんでビデオを撮ったかっていうと、今からバンクーバーに行くんです。一人でこれだけ。バンクーバーのイエルタウンっていうところにある日本食レストランの自然屋さんっていうところがあるそうなんですけど、私は行ったことがないんですけどね。でそこで多分10人ぐらいで日本人の方で集まって、ご飯いただいたりとか、あと日本酒をいただいたりテイスティングするっていうね、イベントを張さんっていう方がね企画してくださって、それにご招待いただきまして誠にありがとうございますということで、それにね参加していきたいと思います。めっちゃ楽しみにしてる。なんか久しぶりに、なんだろう、結構ね、私人見知りするタイプっていう感じじゃないんだけど、結構こうやっぱりね、知らない人がいるかもしれないと思って、ちょっとドキドキする人なので、どんな方がいらっしゃるのかちょっと分かんないからね、ドキドキなんですけど、でもいい出会いがあるといいなというふうに思います。楽しみです。でこの日本酒なんですけど、私すごい日本酒好きなんですよ。酒粕のね、スキンケアのビジネスやってるっていうのもあるんだけど、そこから日本酒っていうものをねすごくよく飲むようになったんですよ。といってもカナダはねめっちゃ高いのよ。めっちゃ2倍はするから、もう下手したらなんか3倍ぐらいするからさ、カナダではほとんど飲んでないんだけど、だけどね、ブリティッシュコロンビア州っていうところに私住んでるんですけど、そこの BC 州のバンクーバーから5時間ぐらいこう車で行くとペンティクトンっていう場所があってね、そこの町で日本酒を作ってる絆酒っていうところがあるんですよ。でそこのオーナーさんと今月だったか先月だったかにお会いして、なんかすごいね意気投合みたいなして、ですごい人なんですよ。この人カンさんっていうんですけど、カンさんすごい人で、超ビジネスマンなんですよね。でいろいろ、絆酒のオーナーさんですし、あとペンティクトンっていう小さな町で日本のレストランをやってたりとか、あとお醤油とかね、麹から作る本当のお醤油とか、みりんとか塩麹とかそういうものをね売ってらっしゃる方で、すごいねいい出会いをさせていただいたんですよ。だからまずカンさんがその絆酒のテイスティングのイベントでバンクーバーに来てるので、その前にちょっとお会いさせてもらって、それからその自然屋さんっていうところに行って、でみんなでワイワイご飯食べるっていうね、超楽しみじゃないそういうイベントなんですよ。でそれはね、そろそろ行くので、でほら酒飲むからさ、いつもだったらね車で行くんですけど、飲んだら飲むなのでバスとスカイトレインとでね、1時間半ぐらいかかるかな、もっとかな、どんぶらこっこ行くんで、ドキドキしながら行きたいと思います。楽しみでございます。それではそんな1日になると思いますが、ビデオ撮れるように頑張ってやっていきたいと思います。それではビデオどうぞ。今バッグが着きました。今からカフェに行ってきます。これは常呂町ですね。ご存知ですか、常呂町。サロマ湖のところなんですけど、こちらのホタテをたくさんの塩麹です。なんだか分かんなくなっちゃった。鳥楽しかった。結構飲みました。今バス待ってます。お腹
かバス停で20分も待たないといけない。最悪。これあそこに月があるんですよ、見るか。今日満月なのよね。ちょっと神秘的じゃない。ということで満月見ながらバスを20分待ちたいと思います。ということで今日も見てくださりありがとうございました。またね、今何時、10時15分、夜10時15分ですよ。ちょっと月と一緒に、そう、私は10時ぐらいにはもう寝てるんですけど、こんな夜のお出かけもたまにはいいかなと思っております。あ、そうそうそう、これも買ったんですよ。ちょっと待って、あのね、コシュっていうお酒、ちょっと後でこの辺出しておくわ。コシュとこれ絆酒のごまをね、すって作ってるんだって、このドレッシングが。あと白い醤油とかもね買ったの。だから、これはね、いつかまたお料理動画やる気があったら作ろうかと思いますので、今日も見てくださってありがとうございます。また見てくださると嬉しいです。はい、ちゃばかなファミリーママでございました。見える満月、今日満月よ。私の浄化をしていただいております。はい、これも行きますよ。また次の動画でお会いします。じゃあね、バイバイ。